柳井港駅は山口県柳井市柳井にある西日本旅客鉄道山陽方位線の駅。1975年3月10日の山陽新幹線博多駅延長までは急行が停車していた。もともとは島式、単式の複合型2面3線のホームを持つ中線構造の地上駅であったが、現在は島式ホームの片側に柵が設置され、 変速配置による短式2面2線の構成となっている。駅舎はかつて島式だった1番線の南側にあり、3番線も含めた各ホームへ向かう際、駅舎からは古戦橋を通ることになる。岩国駅管理の無人駅。2005年3月31日までは業務委託駅で、それ以前には緑の窓口が設置されていた。無人駅となる直前には水曜日、 木曜日に、窓口が終日閉鎖されていた。自動券売機が設置されている。駅舎横にあるトイレに向かう通路あたりには、柳井港駅急行停車記念と書かれた小さなモニュメントが半ば口果てて残っている。愛子家は、対応であるが、2022年春に利用できるようになる予定。柳井港、ポートビルもより停留所は、柳井港となる。以下の路線が乗り入れ、 傍聴交通により運行されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。